みです。ピンク、ラテ、TV 始まるよ、イエーイ。はい、今日はピンクラテ TV メンバーの私服紹介です。はい、これは毎シーズン恒例の私服紹介になってるんですけど、私は春、夏、秋と紹介して、今回は冬の紹介になってます。皆さん、可愛いピンクラテ TV メンバーの私服気になりますよね？あ、なるよね。ということで、みんな可愛いピンクラテ TV メンバーの私服を最後まで見ていってくれると嬉しいです。それでは、どうぞ。ゆずはです。ゆずはの声はこんな感じです。帽子は竹下通りさん、竹下通りのお店で買って、これ1年前ぐらいに買ったんですけど、めっちゃ可愛くてずっと使ってます。そしてアウターはアナップさんで買って、めっちゃモコモコです。トップスは GU さんで買って、これ友達とお揃いでした。めっちゃ可愛いですよね。ピンク色です。で、スカートはピンクラテさんで買ったの黒色です。で、靴下は近くの雑貨屋さんで買って、このハートがめっちゃ可愛くてお気に入りです。ゆずはのコードはこんな感じでした。アリアです。アリアのコードはこんな感じです。はい、私のコーズのテーマは、モノトーンの大人ガーリーです。イエーイ。まずトップスは、あのこのハイネックが可愛くて女の子らしいなっていうのとあるんですけど、この胸元がちょっと開いてるのが今風で肌見せを出してます。で、このトップスが25で買いました。このボトムがですね、ウエストのところのヒラヒラとリボンがガーリーっぽさもあって、でもタイトスカートなのが大人っぽさを出してて可愛いです。このスカートはパークイーストってところで買いました。で、靴と靴下は黒でまとめて、髪型はですね、ここがハイネックなのでお団子にしてすっきりさせました。アリアのコーデはこんな感じでした。レイラです。レイラのコーデはこんな感じです。今回はちょっと大人っぽいコーデにしました。じゃあまずこのアウターはザラさんで買いました。で、このトップスは GU さんで買いました。で、このボトムスもザラさんで買いました。で、このブーツもザラさんですで、この伊達メガネなんですけど、これも GU さんで買いました。このコーデのポイントはですね、このアウターが一目惚れして買ったものなんですよ。で、これを目立たせたかったので、中は白、茶色、黒でまとめて、これを目立たせるようにしました。それで、あとこの伊達メガネを入れることによって、ちょっと大人っぽいし、ちょっとカジュアルで、ちょっと抜け感のある感じかなって思います。で、ぜひ皆さんも真似してみてください。バイバーイ。セリです。セリのコーデはこんな感じです。今回はいつもと違ってストリート系のコーデにしてみました。あえて大きめのトレーナーを合わせて、パンツがチラって見えるぐらいにして、ロングブーツを合わせてみました。ブランドはこのレザーブルゾンとトレーナーとカバンがベルシカさんで、レザーパンツがボルカンさんです。で、ロングブーツがリゴさんです。今回はストリート系のコーデに挑戦して、大人っぽい感じでまとめてみたので、参考にしてみてください。バイバーイ。メイです。メイのコーデはこんな感じです。はい、メイのコーデのテーマは女の子らしいコーデです。このコーデは全体的に茶色とか白でまとめて、で、ちょっと冬なのでモコモコしたアイテムを入れたり、あとローファーとか。私はこのコーデでお友達と遊園地に行く予定なので、すごい楽しみです。で、お洋服のブランドはアウターがグレイル、トップスがグレイル、スカートもグレイル、バッグもグレイル、靴もグレイル、で、靴下はどっか忘れちゃいました。今日はめっちゃグレイルなんですけど、グレイルは可愛くておすすめなので、ぜひチェックしてください。冬なのでモコモコアイテムを入れたりして可愛くしてみました。これはアウターを脱いでもとっても可愛いトップスになっているのでおすすめです。はい、メインのコーデはこんな感じでした。
ゆなです。ゆなのコーデはこんな感じです。去年買ったお気に入りのニットに今年らしくシャツを合わせてレイヤードコーデにしてみました。スパイラルガールさんのニットは本当に毎年本当に可愛くて、今年もねゼブラ柄のニットが欲しいんですけど、ママにおねだり中です。ママお願いします。見てるよね。モノトーンコーンでもねすごくいいんですけど、こうやってシャツを合わせることによって奥行きができてすごいいいと思います。ぜひね、なんかニットだけでゆるっと着るのもいいけど、なんかマネリしちゃったなって思ったら、ぜひこうシャツを合わせてみてください。ちなみに、シャツはスプレーさんで、下に履いてるこのパンツがアンディさんです。ぜひ参考にしてみてね。バイバーイ。はい、ということで皆さんいかがでしたか？結構毎回ね好評のコーデ紹介なんですけれど、今年の冬もぜひ参考にしてみてくださいね。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。